ほなはの秘密基地。ふーん。綺麗だり。イエーイ、カルグミできました。トーニークで必要だね。はい、こんな感じでね、とりあえず無乳接着をしてね、まあカルグミが終わりましたね。おお、ハーバーですって力が出ない。ちゅうことでね、皆さんどうもこんにちは、オナホです。ちゅうことでね、今日ねレビューするガンバルはこれやでー、これやでーって。ボケちゃう、あーピンボケしてた、ピンボケしちゃった。あ、治りましたね。はい、ようやくね、久しぶりのね全塗装の完成レビューですね。はい、それはねこれですね。はい、じゃじゃん。はい、HDUC、チタンズの、アレキサンドリアですね。はい、何分の1スケールか知らねえよ。何分の1だこれ、書いてねえな。ノンスケールか。はい、うん、地球連邦軍アンドロメガ級アレキサンドリアですね。うん、 HDUC で出てたんですね。知んなかったですね。うん、まあ見かけたら買ってみてよ。まあ小さいんだけど、まあすげえクオリティ高くてさ、うん、これ書いてあるね、アレキサンドリアって書いてありますね、うん、HDUC と。はい、奈良県なんでね、多分初期のね HDUC なんでしょうね、初期のね。はい、まあ接着度偉いんで当たり前だけどね。うん、あ、しまった、デカール反応忘れてた、これデカール。まあいっか、逆に貼るとね、チャチくなるからね。はい、ってことだよね。まあこんな感じでできたんでね、では早速ね、各部を見ていきましょう。各部と陰部を見ていきましょう。陰部を舐めたい、舐めたい、舐めたい。はい、ということでね、こんな感じなんですけど、今回ね、ウォッシングしましたね、ウォッシング。どうすこれ、700円でこのクオリティすごくない ?700 円だよ、これ。すごくない？かなりいいよね。まあ、今回ね、カラーレシピはね、まあ、後で説明するけど、まあ、あんまり、色分けはないですよ、これ。まあ、ほとんどまあ、設定通りの箇所を塗って、まあ、多少俺の好みで変えてるけど、まあ、こんな感じなんですよね。どうすか？正面は、ケンニケンジっていうの忘れてた。側面は、ケンニケンジ。背面は、ケンニケンジ。好きなアーティスト、大津ケンジでございます。はい。いかがですか、お客さん？すごくない？この緻密な。もうこれ、ウォッシングするしかないと思ってさ、これ。うん。ウォッシングするしかねえなと思ってね。これはね、すごいモールドが、すごい、凄まじくね、気合が入ったモールドが入ってますね。素晴らしい。うん。で、今回ね、ベースはメカサフですね。メカサフを吹いた後に、よくわからない、余ってたガンダムカラーの、まあ、グレーをね、全体的に塗ってからの、MS ホワイト。ね、MS ホワイトと、このよくわかんない、このガンダムカラーのグレーを足した、ね、こっちか。うん、このガンダムカラーの MS ホワイトと、このグレーを足した、ライトグレーを、重ねて吹いてます。つまりは、メカザフグレー、このライトグレーの3色、もうグラデーションっぽくしてありますんで、上からね、まあ、上はどんどんそのなんだろう、薄くしてさ、うん。なるべく下地がなるべく透けるようにしてますね。うん。完全に隠蔽しちゃったらね、意味ないですからね、グラデーションなんねえから、うん。自民党並みの隠蔽力をね、発揮したらね、何も真実が見えないんで、うん。そんな隠蔽はしてませんね。うん。わずかにね、この下地の暗い色がね、わかるようにね、してますね。まあ、わかってねえかもしれないけど、どうだろう。うん。で、その後に、このエナメルのウォッシングしてますね。すごいいいよね、ヤマトのキットね。うん。俺すげえ好きだわ、俺。とにかくこのね、見てこの細かさ。すごくない？細かくね？超細かい。うん、まあ、タミヤさんほどじゃないけど、すごくない？これ、ウォッシングするしないでえらい違いだからね、これ。すごいね、これね。またね、作りたくなっちゃったね。うん。彼女も家族も作んねえで、こんなもん作ってかんねえな。まあ、こんなもん、これ、あとね、あんまり色分けがね、ないもんだからね、まあ、塗装が楽だよね。これなんかちょっと、作ってみてんだよ、これも。
これは700円だけど、これはまあ900円なんだけど、これあのほんとグレーじゃねえや、グリーン一色だからね。これね、合わせ目もね、数箇所あるけど、合わせ目をね、消した方がいいね。うん。やっぱ合わせ目あるとね、ちょっと慣れちゃうね。うん。いや、これはかっこいい。ほんとに。最高っすね。うん。おそらく劇中、確かこのアレキサンドリアって多分ね、まあこんな感じで、まあ、チタンズの機体あんま作ってねえからあれなんだけど、まあこんな感じで裏にいたんでしょうね。ジム2の裏にね、こんな感じで。うん。遠近法でね、こんな感じのシーンがあったんじゃないでしょうかね。なかったっけ？ねえよな。うん。そもそもこれアレキサンドリアじゃねえしな。うん。ヤマトのキットだからね。はい。まあこんな感じだったんでしょうね。はい。ってことはね、いかがでしたか、お客さん。うん。もう久しぶりのね、全塗装、しかも、ウォッシング。うん。そもそもね、タミヤさんのキットをね、作りたいんでね。まあいい練習だったんじゃないかな。うん。まあこれなんかこのね、あ、なんだっけ、これ。マゼラアタック。マゼラアタック。もう作りたいしね。うん。あと今回はね、これの出番なかったっすね、これ。ウェザリングマスター。使おうと思ったんだけど、まあ、使うまでもねえかなと思って、今回ね。うん。ってことでね、こんな感じで仕上がりましたけど、いかがだったでしょうか、お客さん。はい。ってことでね、次回はね、まあ多分ギャンだと思うんでね。うん。お楽しみに。じゃあな。シュッシュッシュッ。